我が故郷、大見村。猛虎はおらぬか。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。体が重い。大地に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし、毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたが、お救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、雅子殿だ。まあ、幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。雅子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。大地や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。
あと解いて。禅を汲みたる在りし日の。我のみ一人残りおるなり。手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。こちらの精鋭を出せ。
怪我はないか。島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。殿、しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば、これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ、ユリ。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。湖の向こう岸、漁師の家のそばに葦が生えているはずです。昔葦を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心。夜に明かりがついておりました。誰かいるはずです。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあ早く足を。ユリの言うと、漁師の家は賊どもに乗っ取られておる。それとも災いの兆しなのか。天の伝承、答えが分かる。気を抜くな。やはり死んでる。堺の勝負だろう。やつかもしれん。敵に分かる。おい、避けろ。カラスが群れをなして南へと向かうとき。ユリの言う通り、漁師の家は賊どもに乗っ取られておる。それともわざわざ天の伝承になれば答えがわかるやもしれません。
きやすそうだ。ユリに届けよう。ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく鞍にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何？確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。御座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が摘もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。
道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ。隠れていたのか。見つけてやる。よっしゃ。どうか慈悲を。お怪我はありませんか。案ずるな。始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。よし影。何だったかしら。赤くて落ち葉。いえ、花びらがあったはず。ああ、お花だ。ああ違う、思い出せない。母上がいらっしゃってくだされば。若様、何か召し上がります。飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ。私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を。花を覚えていらっしゃいませんか。彼岸花か。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。
この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末路に母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。3日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じて動しない。よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら、叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上が、うん、若様も同じでございます。待て。死者を汚すとは。ここにいろ。さあさあ、さあかかってこい。ハラッチンアクトルナしかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならぬ。武士の模範にもな。猛虎が去った後この毒は無用。全て捨てる。ガチとステイ。払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので。他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。
ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか。男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは？よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。はあ、岸からの眺めは格別です。若さま、こちらへ。この老体を休ませてください。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との。母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。その墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。なんということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。川の乱で死んだ勇士らの墓に、かような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。様、楽しき遠出にございます。正しと言ったか。私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。
前方、猛虎がおる。お待ちを、毒をこしらえてみましょうか。どのような毒だ。ああ、恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。タッチを抜け。無助か。僕は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ。見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。ああ、大昔のことですから、お忘れなのでしょう。を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。儚き仮の宿りかな。聖あるものは全て犬とは。
お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。何かご入り用でしょうか。価値についてのご用があればお役に立ちましょう。鎧はお体に合ってます。これで安全です。また来よう。うちの道具を見ていってください。質がよろしいですね。これはいいものですね。あなたのご武運。手に入りにくいものが揃ってますよ。どうぞ。素材が足りないようですね。
5番です。どうかお気をつけください。さあどうぞ見てくださいよ。立て直しましょうか。もう鍛えられません。どうです。殿。